はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、和音ポイント還元率2倍にキャッシュレスをさらに推進へということで、今回は和音カードの還元率が倍になるということでお伝えしていこうと思います。はい、ということで今回はこちらのヤフーニュースからピックアップをさせていただきました。イオン和音ポイント還元率倍にということで、7月から非現金決済を推進ということですね。まあ文章を読ませさせていただくと、イオンが電子マネー和音を使った時のポイント還元率を7月から現状の2倍の 1% に引き上げることが3日分かったということで、10月の消費税増税に備えて消費者の買い控えを防ぐとともに、現金を使わないキャッシュレス決済を進めて、レジの待ち時間短縮など顧客の利便性を高めたいという考えということですね。で、下の方を見ると、キャッシュレス決済はサービスの乱立で競争が激化しており、イオンの戦略は他社の動向にも影響を与えそうだということですね。あと、まあちょっとした一例もあるんですけども、イオンの総合スーパーやダイエーマックスバリューなどのグループ38社の店舗で和音で支払うと200円ごとに2ポイント付与、これまではキャンペーン時などを除き1ポイントだったということですね。で、こちらはその現在の電子マネーの還元率についての表がニュースにもあったので、その表がこちらですね。ワオンが現在の 0.5% から7月でグループ38社でまず 1% に引き上げると先ほど伝えたところですね。そしてナナコは現在 1% なんですけども、7月から 0.5% に引き下げということですね。楽天エリアは一部店舗を除いて 0.5%、 スイカは場所によって 0.5% から 1% ということですね。いや、もうこれを見る限り、本当ワオンというよりかはナナコの還元率をなんで下げたんだろうというふうに思っちゃいましたね。まあ多分今度リリースされるセブンペイとかでも還元率アップみたいなキャンペーンとかもまああるとは思うんですけども、まあほんとセブンイレブンを使うユーザーって結構まあ多いとは思うんですけども、なんか個人的にはちょっともったいないなというふうに思いましたね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 QR コード決済以外にも今は電子マネーの業界もかなり競争が激化しそうですねということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。